赤チャンネル、青チャンネル、黄チャンネル、今日は青チャンネルでーす。てか、ね、聞いて、ちょっとさ、最近私さ、めっちゃハスキーじゃない？そう、声変わりしちゃったの。やばくない？で、多分ね、心当たりあるのが、もともとは喉で、もともと喉弱かったよ。だけど、お酒飲んで、そのまま、勢いでカラオケでさ、そばかす歌ったのよ。あの、めっちゃ高いやつ。そう、それ歌ってから、マジで、声、治らなくなっちゃって。マジで。そう。ちょっとね、そばかすのせいですね、これは。なんか、3月だよ、みんな、3月。もう出会いと別れの季節じゃないですか。ねえ。で、あの、本題なんですけど、そう。出会いと別れの季節って言ったじゃん。卓球界でも新しい企画が始まるんだって。めっちゃ面白そうな企画だなと思ってさ。リフォート株式会社さんが主催する、卓球やってる人なら誰でも参加できる、事務戦が開催されます。イエーイ。そう、事務戦って何ぞやって思うじゃん。ちょっと私が、説明するね。私でごめんって感じなんだけど。要するに、みんなポケモンわかる？ポケモン。そう、ポケモンの卓球バージョンってイメージしてもらえれば多分わかりやすいと思うんだけど、参加者がポケモントレーナー。で、卓球場がジム。そう、各都道府県にジムを設けてあるから、参加者さんが好きなタイミングでジムを選んで、そこのジムリーダーさんを倒してバッジを奪い取るっていう企画だそうです。面白くない？だからマジでさ、リアルポケモンじゃない？わかるかな？で、勝ち数の多かった人にはなんか商品とか、詳しい詳細とか、どんなジムリーダーがいるかとか、どんな商品があるのかとか知りたい人は概要欄まで飛んでみて申し込んでみてください。だからせっかくだからさ、私もさ、全国周りに行きたいと思います。イエーイ！やばいね、もう旅行だよね、ここまで来たら。こうやってさ、旅行感覚でさ、お友達連れて、こういうイベント参加するのも良さそうだよね。やっぱり卓球ってさ、手軽にできるスポーツだからさ、めちゃめちゃいいよね。で、期間ね、期間。多分エントリーが今日からなると思うの。そう、エントリーが今日からで、事務戦自体の開催期間が、4月1日から9月31日までの、半年間。そう、半年間で、18回ジムリーダーに挑める。で、このジム戦のね、面白いところが、そう、ジムによって、種目とかも違うの。例えば、ラージがあったり、特殊ルールがあったり、そう、いろいろ種目があって、自分のやりたい種目のところにエントリーすれば、そう、めちゃめちゃ、良き。私、もうすでに、ジム戦のホームページとか見たんだけど、そう、普段さ、大会とかだとさ、勝ち上がっていかないと当たれない人とかとも、試合できるし、そう、試合終わりに、レッスンとか、やってるところもあるから、そういう、新しいコーチとも出会えるし、そう、普段、絶対関われないような人と、試合とかもできるから、めちゃめちゃ新しい発見できるなって思ってさ、めっちゃいいなって。そう、私もさ、こうやって、この企画に参加させていただいて、せっかく北海道から沖縄まで全国回るからさ、事務戦が終わる9月31日までに、チャンネル登録者数10万人を目指したいと思います。なので、皆さん応援よろしくお願いします。で、ぜひ全国地方行ったらお会いしましょう。皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひ事務戦の方一緒に参加して盛り上げていきましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。じゃあみんな、これからもよろしく。バイバーイ。